皆さんこんにちは。御前崎ケーブルテレビのアゲハリです。元気で GO 7月号始まりました。突然ですけども、皆さん子供さんがいる方、最初の出産のことを思い出してみてください。またはお母さんにその時の様子を聞いてみてください。特にお母さん、1年近く子供がお腹にいて、生まれた後も初めてのことばかりで、相談したいこと、手伝ってもらいたいことたくさんあったかと思います。今でこそ大きくなった子供さんの顔を思い出して、自然と笑顔になっている方も多いんではないでしょうか。またですね、その子供さんを中心に、たくさんの仲直りを繰り返してきたんだ、そんなふうに思い出す方もいるかもしれません。今日はですね、市内で唯一の助産院、お花助産院に来ております。この後、助産師の野口さんにお話をお聞きします。はい、今回お話をお伺いするのはこちらの方です。お花助産院、助産師の野口さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お花助産院、今年の12月で、9年ですよね。はい、はい、で、昨年は1年間で18人の赤ちゃんがこちらで生まれたと伺っております。はい、はい、まあ、助産院という枠にとどまらず、いろんな活動をされてきたかと思いますけども、ちょっと振り返ってみていかがですか？そうですね、助産院でここで赤ちゃんが生まれるお手伝いをするといった仕事の他に、まあ、小学校などに出向いて命の授業、命の奇跡さとか素晴らしさを伝えたりということもやってるんですけど、それもやっぱりここで生まれた赤ちゃんや他の子がこう幸せに大きくなってもらいたいっていう気持ちから始まったので、まあ、助産院の外で活動することも増えてきましたけど、でも、もともとは同じっていう気持ちでやっています。野口さんが院長を務めるお花助産院。浜岡方面から海岸道路を走って坂を登り切ったところ、小高にあります。そして野口さんは助産師として活躍する一方で、およそ10年前から命の講座という活動を近隣の助産師の仲間たちと一緒に続けています。命の講座とは、生まれてきてありがとうを参加した親子と一緒に考える講座で、最近では近隣の小学校からも講座の依頼が来るようになり、昨年は1年間で20回以上の講座が開かれました。このほか、お母さんが主役のイベント、お花市、掛川助産師会の子育て相談会、育児の寺子屋、まちづくり市民団体大好き御前崎の立ち上げなどに携わっています。続いてですね、バースプランという言葉、ちょっと僕勉強して調べてみたんですけれども、今では出産の前にこのバースプラン、出産の計画ですね、こちらをお母さんと助産院、あるいは病院との間でどんな出産にしようかということで確認するということをするそうなんですけども、例えばどんな準備とか項目があるのか、ちょっと教えていただけますか？そうですね、病院だと、まあ、施設によってあったりなかったりもあるんですけど、はい、医療行為についてやる、やらないっていうのを選択するっていうこともありますし、あとは生まれてすぐに赤ちゃんを胸の上に抱っこするカンガルーケアをしたいとか、母乳で育てたい、いやミルクであげたいとか、まあ、そういう項目があったりするんですけど、うちの場合は妊婦検診に1時間ぐらい時間をかけていて、で、まあ、普通の項目については多分10分ぐらいで終わっちゃうんですけど、あとは雑談で、最近上の子どうとか、その中からどういうお産にしたいのかなとかいうことを聞いていくので、なんか項目っていうよりはこの人がどういう気持ちでいるのかなっていうところに、私たちが沿うためにバースプランっていうのはあるのかなっていう気がします。最初の出産でいろいろ確かめる、確認するっていうのは難しいと感じる方も多いかと思います。そんな初めての方に向けてどんな言葉をかけてあげたいですか？たくさんいろんな人のお産の話を聞くといいかなっていうふうに思います。で、いろんな、本当に10人いれば10人なりの出産があるので、実体験の方が
自分のイメージも膨らむかなっていうのと、あとはたくさん助産師と話をして、病院の妊婦健診だとちょっとね、こう忙しくて難しいかもしれないですけど、でもたくさん助産師と話すことでお産のイメージが膨らんだり、こちらもたくさん提案ができる、じゃあこういうのはどうとか言えるので、お話ししてもらいたいと思います。続きます。産後のケアについてお考えをお聞かせください。産後のケアはもうとにかくお母さんに愛のシャワーを降り注ぐ、周りがっていうのがすごく大事で、こうお産って体力も使い果たして夜も眠れなくって、多分初めて赤ちゃんを産む人は今まで生きてきた人生の中でこんな辛い思い、嬉しいけどこんな辛い思いをしたことはないっていうとこの状況で、すごく周りから大事にされると、お母さんも赤ちゃんを大事にすることができる。でそうやって育った子どもは多分周りを大事にすることができるので、ここで、まあ、出産されて産後みんなで大事に大事にしたお母さんは、帰ってからすごく辛くなった時にここでの入院生活を思い出して元気が出たとか、でちょっと最近へこんでるから助産院に来て、であの時の気持ちを思い出しに来ましたって来る人もいるので、もうとにかく優しくしてあげるっていうのがすごい大事と思います。ちょっと脱線するんですけど、助産院で出産された方って、はい、なんか産後うつが少ないって聞いたんですけども。あ、そうだと思います、うん、困った時にすぐ聞けるんですよね。こんなこと聞いたらどうかなとか、今忙しそうかなとか、そんなの全然ないので、のでお母さんが不安な時間が少ないっていうのももちろんですし、あとは、こう体がしんどくなると、やっぱり気持ちも頑張れなくなってくるので、妊娠中からしっかり体を作っておいてもらって、産んだ後でもまだ余力が残ってるっていう状態だと、かなり、精神的にも強くなれると思うので、まあそういった面でも安産になるようにとか、いうことは心がけて。この間、もう3人でいいよって言ってたお母さんが、退院の前日に、明日が最後と思ったらすごい寂しくなって、やっぱりもう一人産もうかなって言ってくれたんですよ。で、結構そういう人が多いので、少子化対策にはなってるかなっていうふうに思います。幸せな出産をここじゃなくても、たくさんのお母さんができれば、きっと、人口減少を引き止めることができるし、あと幸せな出産をしたお母さんは、やっぱ子育ても優しい気持ちでできるから、子供も、いい子っていうかね、人の気持ちを考える優しい子に育って、それで地域を愛することができると思うので、やっぱり一番初めはお母さんが周りに大切にされて、それが子供に行って、子供が町を作っていくっていう、それがまあ私ができる地域への貢献かなっていうふうに最近では考えてます。はい。今回はお花助産院の助産師野口さんにお話をお伺いいたしました。今後のご活動を応援しております。今日はありがとうございました。ありがとうございました。